じゃ柴田です。今回はフェンダーメテオラをレビューいたします。皆さんメテオラご存知でしょうか。フェンダーメキシコですね、プレイヤープラスシリーズで2022年製になっております。まああんまりね知られてないかと、僕もね知らなかったです。デザインとプレイを重視して作ったというだけあってですね、まあ形状はねフェンダーらしさもありながら、まあ、ギブソンにもねなんかありそうな感じの雰囲気ではありますよね。まずそもそもねこのハムバッカーが2つ、これねフェンダーオリジナルでファイヤーボールっていうハムバッカーが乗っかっております。ワイドレンジ風な感じですかね。ロゴも入ってます。見えますかね、こんな感じでフェンダーロゴが入っております。まあ、色味といい形状といいかっこいいなというところでございます。スペックいきましょう。アルダーにメイプルのネックで、重心はなんと 4.1kg、 4キロ超えでございます。なかなかズシーンとしてる感じですね。まあ、プレイヤーをね意識しているというふうなのが記載されている通り、まあ、使いやすいロック式のペグでフェンダーのね F 文字が入っております。でね、このロゴのところはねジャズマスみたいなねくるくるが入ってますね。サテンのフィニッシュになっていて、ミディアムのジャンボフレット、若干ねちょっと金っぽい感じなんですよね。近年のフェンダーはねこのねミディアムジャンボ非常にいいです。でねラジアスもね結構ね緩めというかフラット寄りなんですよ。まあ、そこもね結構ポイントかなというふうな感じです。弾きやすいです。で C シェイプにサテンのフィニッシュで、ピックガードがね大きいですね。ジャックはねここにあるんですよ。なのでジャガーとかジャズマスともまた違う感じで、ワンボリュームのツートーンで2点指示のトレモロになっております。まあなんていうかねフェンダーにこういうのがあったらいいなみたいなものがこう詰め込まれているような、なのでストラトだったりとかジャガージャズマス、まあ、ああいうね王道のフェンダーとはまた違う楽しみ方をしてねという風な感じでしょうかね。で見た目は変わらずなんですけれども、ここね実はね押せるようになっていて、スプリットのスイッチですね、タップが効くようになっております。まあ、個人的にはね至れり尽くせりな感じの仕様だなと、まあ、若干重いのがねちょっとね気になるところではございますが、22年発売なんでねまだまだちょっと知名度がね低いところではございますが、早速レビューさせていただきましょう。まずはね生音からいきましょうかね。割と重心低めでズシンズシンときますね。やっぱボディがね重いんでね。フェンダーっぽいこう抜けというよりは割とこうズシンズシンパワーコードで行きたくなるような感じですかね。まあでもタップついてるんでねちょっと面白いんじゃないですかね。ではでは早速リアのクリーンからいきましょうか。フロント、これは
フェンダーのミックスっぽい感じですね。ほうほうほう、なかなかいい感じでこうフェンダーのいいところとまたフェンダーにはないところ、そのかゆいところにねしっかりと届いているような、ここが、なかなかフェンダーでは感じられないハムのフロント。いいんじゃないですかね、これは。歪ませてみましょう。リアからいきます。フロントは結構こもりすぎる。ね、いい感じですね。リフを。気になんなくなります。じゃタップのフロント、逆にフェンダーらしさはあんまりないかもしれないけどというところで、まあ、人気がね二分しそうなところではございますが、個人的には全然ありな一本かなというところでございます。現在千葉管楽器にございますので、ぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。